整備業界をぶっ壊す整備資源のぶです、えー、今日も相変わらず車検の待ち時間で、えー、録音しております、えー、今日は雨ですね、えー、雨降っております結構ザーザー降りですねあのー、ザーザー降りの中でですねまあ車の中で待機しているから全然いいんですけども、ね こういう時にですね、あの外で作業されている方、外で勤を仕事をされている方っていうのは、本当になんか大変だなと思って、えー、いつも見ております。いつもお疲れ様でございます。あの整備工場は、まあ、私役は整備士。 を名乗ってていいるるとか、まあ、整備士しているんですけどもその中でもですね、やっぱりあの、作業場には屋根があるとこないとこっていうのあるんですよね。その中でもやっぱりどうしても作業の内容によっては、えー、屋根のないところで作業している方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当にご苦労様です。雨の中は本当にきついですよね。なんか途中からどうでもよくなってくればもう全然いい構わないんですけども、なんか中途半端に濡れたりとか、なんか手元が滑ったりとかですね、なんかそういうのがあって、しゃがんでできないじゃないですか。 寝てる雨の中で地面の中でえなんかしゃがんで作業するとかでも非常にや,やりにくいですよね本当にお疲れ様でございますもう今日は帰ってあったかくてねお風呂に入ってあっ、えー、めていただきたいなと思っておりますまあそんなこんなですね今日はですねちょっとこういう人は嫌われるからやめた方がいいよっていうちょっと強めの内容でお話したいと思っておりますえー、周りにいらっしゃる方々はですねやっぱ嫌われる方ってなんか ある一定の条件を持っていると僕は思っているわけなんですよね。どうですかなんか周りにいらっしゃる方で嫌われる方、結構いますよね。えー、まあ、よくあるのはですね、えー、なんか、口調が強い方、すごい口調が荒々しい方とかいるじゃないですか。こういう人、結構嫌われますよね。まあ、僕の周りにも言いましたね、過去ね。口調がめちゃくちゃ強い。 えー、口調が強いだけだったらいいんですけども、なんか、目上の方に対しても、な、もうなんだろう、こう悪い言葉を使うっていうか、なん、すごいラフ、ラフな感じ <laughs> というか、もう普通に目上の方に、あ、お疲れです、みたいな、なんかすごい投げ捨ての感じの言葉で終わらせってしまうとかね、挨拶する時に、朝おはようございます、ね、お疲れです、みたいな、なんかもう聞き取れないような言葉で <laughs> 返事する人とか <laughs>。 おめえはよみたいな感じでちょっともう完全に上から目線とか <laughs> まあそういう口の強さだってまあ嫌われる原因の一つになってるんじゃないのかなと思っておりますまたですねあとはですねすごいなんか陰口を叩く人とかいるじゃないですか陰口を叩く、くんかこれ本人目の前してると「ああいやすごいいいと思いましたそれ」とか言ってるくせに陰になったのいその人がいなくなったら途端「あったかあいつ早く打ってっからな」とかなんか言う人 いますよねねこれも、ね、すごいなんか身に覚えありませんかあ特に整備業界それが色濃く出る現場だと思いますんでね、えー、気づく方いらっしゃいませんか結構もう何なんだろうあの悪口みたいな「全くよあいつはよ」っつって「ああ言ってっけさ俺こうしろ釣っ,ったんだよ全く」みたいいやいやそれ本人に言えよ」みたいなこれがどん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 続いていく方ねこれも嫌われる原因になりますよね でまだまだ、いやいや、そんなんじゃないぞ、俺の周りにこんなひどいやつもいるぞって方、多分いらっしゃると思うんですけども、まあ、います、そのほかにもたくさんいます、あの、金にがめつい人、なんかもう、あれもらったからこれ、いくらねみたいな、いや、金銭的に、金銭感覚的に、えっと、しっかりしてるのはいいことだと思うんです、そこはいいことだと思うんですけども、なんかやたらとなんか、ケチつけてきて、お金を取ろうとするみたいな感じですよね、まあ、そういう方はいらっしゃいますよね。 なんかこうやってきたんだからさこれぐらいちょうだいよみたいな,なやたら金をせがむ、うん、まあ別に悪くはないんだけども近くにいたくはなくなるかなという感じしますよねでまあそういうのもいろいろあるんですけど掃除手ですよ掃除手で僕が僕が一番嫌い嫌いというか嫌っているタイプの考え方の方っていうのは基本、あのー、マイナス思考ネガティブです ネガティブの方非常に苦手です。ここはですね、大多数の方なんか賛成してくれるではないのかなと思っております。うん基本的にですね、ネガティブなネガティブとまあ、マイナス思考とかネガティブの方の近くにいるとですね、なんかどうしてもそういう言葉しか発せられないから自分までそういうメンタルになってってしまうんですよね。なんかメンタルが落ちていく。なんか別なことをやってるのには全然。 そういうことを一つも思わないのにもかかわらずそういう人が、えーまあ、一緒にいるだけでなんか会話の節々にもほとんどなんかマイナスなあーことが、ね、マイナスなワードが含まれていってどんどん自分がなんかネガティブになっていくんですよねマイナス思考に陥って,ていくんですよで。これっていうのは、まああまあ、そういう人の性格にもよるところが大きいのかもしれないんですけどもこれ思考っていうのはちょっと変えることができるんですよ。 思考って変えることができますよ、ね、あだってこれだって考え方だから考え方っていうのはその人が思ってること頭の中で思っていることだから考え方これはえっと考え方っていうのは自分の今まで、えー、やってきた行いで作られているものではあ作られているものがほとんどなんです自分の過去の言動というかそういうものが 作用されてくるわけなんですよマイナス思考とかで逆にポジティブな方々っていうのは、まあ、僕も含めてです僕も結構ポジティブですっていうかめちゃくちゃポジティブ前向きもうそうそう落ち込むことはないですねなんですけどもやっぱ格好に、えー、なんかもうこの局面頑張ったらこうなるみたいなあのもうプラスに捉えがちなんですよでもそういう考え方の方ってみんな結構明るくないですかいやもう俺ここは俺乗り切って頑張るんだ とかうわめちゃくちゃ仕事多いけど絶対これ,いやこれやり終わせばなんか爽快感ゲットできるみたいな感じの考え方の方、まあ、僕はですねそういう方が非常に大好きです、まあ、僕自身がそうだっていうのもあるんですけどもだから逆の部類なんですよね僕が言ってるネガティブでマイナス思考の方っていうのは基本的に今までもうこれもう終わったらもうやばいなどうしようとかうわこれやらなかったらこ,こういう風うになって でまた上司に怒られてっていうかもうこれ買ったらお金がなくなってとか,なんかもうそういうネガティブなことばっかりしか考えないこれはもう考え方によって支配されてしまってるんですよねこれすごくないですかなんかあの表面的なね外見的なもの、えーまあ、身長だとか,、えー、なんか顔の作りだとか、まあ、足の長さとか、まあ、そういうものは仕方がないですよこれはもう悲観してもどうしようもないだって生まれもって、えー、出てきてしまったものだから まあこれ変えたい場合はもう整形だになんなりしてくださいって感じなんですけども思考っていうのは生まれてから後天的に作られてきたもので構成されておりますのでだからそこを変えていけば実はネガティブな方もポジティブに変わることができるんですよでこれあのパッと口で言うと分かりやすいんですけどもあのどうやるかどうやればいいかなんてなんか難しいことではないんですよ。簡単です。 もう全部ポジティブに考えていくもうこれだけですねなかなかでもそれがどうしてもネガティブな方はそこがしにくいなんか一つ一つをね大きく見過ぎだと思うんですネガティブな方はなんか一つの物事をでっかい壁だと思っちゃってるんですよねもうその時点で超えることができないわあ私これができないどうしようっていう,もう基本的に成功体験が少ないっていうのもあると思うんですけども 基本的にあの人間はやっぱり承認,に、えー、承認欲求がある生き物ですから何かしら、えー、て人から返ってくるリ、えー、レスポンスのある物事に対してあれば少しずつ成長を感じることができると思うんですよねだから欲求している生き物なんですよ、えー、承認欲求とか、まあ、人から認めてもらったりだとかそういうところから徐々に徐々にポジティブに変わっていくことができるんです なので、えー、基本的にですねどうやって育てていけばいいか、これは子供の頃からやれば非常に、ね、分かりやすいんですけども、例えばですよ、まあ、僕がやってることであれば、えー、子供にですね、今、郵便物をポストに入れてきてっていうお願いですね。うん、えー、そんなことをみたいな感じじゃないですか、えー、そんなことでみたいな。 いや、これただ、たぶ、えー、ただですよ、これは、えー、大人が子供に対して、えー、承認欲求を、えー、満足させていく方法なので、大人の方々はまたちょっと工夫を凝らさなくてはいけません。が、 え僕のやり方だと子供に対してこれを郵便局にあ、ポストに入れてきてっていう風に郵便局を渡す、渡して帰ってきたらば、ああ、ありがとう、助かったよってって、えー、じゃあお立ちいねって言って、お金を渡すみたいな感じで、えー、やってるんですね、そうすると子供っていうのはやっぱり、そんなちっちゃなことでも、あこれでちゃんとできたポストに入れることができたぞで、ちゃんとお小遣いもらえたぞ、よし、頑張ろう、これよくやった、自分頑張ったみたいな,のな、プラスに考えること、えー、材料になるわけなんですよ。 だから大人の方々だったらば、えーまあ、例えばですよ、まあ、仕事で職場でよくありがちなのは、えー、この作業、これはごめんなさい、整備士の話になっちゃうんですけど、えー、整備士の方だったらよく,よくある、えー、っと30分で、えー、1年転嫁終わらせみたいな <laughs> バカ言ってんじゃねえよってもかわいそうだ、そういうこと言う乗車やめとけもう、営業ももうちょっと考えてほしい 1, 1台30分定期転嫁終わるわけがない何も見てないっていうふうになっちゃうから。 今、顧客はね、あのちゃんと賢くなってきてますからね、そういうのね。まあ、SNS でめちゃくちゃ出てるからね、気をつけた方がいいですよ、そこら辺信用失ってますよ、そういう事業者さん。信用失ってますからね、営業さんも信用失ってますからね、気をつけてくださいね。っていうのも、まあ、ちょっと釘を刺したところで。例えばそうう、その仲間内で、えー、今、ちょっと時間かけていいような作業をしてる人が、その30分で1年点検を終わらせてくれって頼まれて困ってると。そういった時に声をかけてあげて、ちゃんとそこを手伝ってあげるみたいな。 感じですよね、えー、ちょっとすいませんあちょっとごめんなさいちょこれ30分終わさなくちゃいけないですけど定価してもらっていいですかってあいいよいいよみたいなでこれ、ね、頼んだ方はその方に対して、えっと、まずこちらお願いしてるわけですねその人の実力を少なからず認めてることになるんですよで終わったとちゃんと「あ,ありがとう助かったよ」っていうふうにこれだけで成功大変です結構単純じゃないですか,かやったことっていえば言われたことをやっただけなんですよ ただ、お願いされてそれをこなしただけなんですけども、そこにちゃんとねぎらいの言葉を与えることができれば、与えてもらえれば、それが成功体験となり、少しずつポジティブな考え方に,に変,えて変えていけることができるんですよ。ただ、これが何が大切かって、えーあ、ごめんなさい、これ何が足りないものがあるとするんであれば、えー、それは人から受ける場合はですよね、人から受ける場合は、じゃなくて、 これは、相互的に働くものです。えっと、依頼するが、依頼する方も自宅する側も。なので、まずは自分から困っている時に誰かに、えー、お願いをしてみましょうと。依頼をしてみましょうと。ちょっと困ってる、これ助けてもらっていいですか。で、これでやってもらったら、あ,ありがとうございました、助かりました、っていう言葉だけでも、えー、自分が発した言葉でイメージして、体っていうのはそういうふうに考え方か、考え方っていうのは変わっていくので、まずは自分からお願いして、それを相手に対して、 え成功体験とといいいううもののをさせていくことっていうのが大切ですねそうすると自然に相手からも自分が、えー、この前はあこの前助けてもらったんで、えー、逆にた、えー、この前やってくれたからちょっとこっち手伝ってもらってもいいみたいな僕がこの前低下したからこっち低下してもらっていいっていうふうに言われて逆にこの自分が受宅側になってそれをこなすことによって相手からもまた感謝の言葉を伝えられそれが成功体験となるとポジティブに、えー、ポジティブ思考に、えー、少しずつ近づいていくっていうふうに 結構、えー、論理立てていくとそういうロジックになってるわけなんですよね。非常に分かりやすくないですかだからこれがえ少ないんですよ、ネガティブの方っていうのは。こういうのが、こういう体験が非常に少ないんですよね。どうしても、あああっ、どうしてもそういう成功体験っていうのは少ないからネガティブになりやすいっていう、万人が万人でそうではないので、まあ注意していただきたいんですけども、えー、そういうことがありますよね、ネガティブの方っていうのは。ただですよ、ただですよ、これが、えー ちちょこちょこちょこですね、そういう小さい、えー、ポジティブな考え方あポジ成功体系を積み重ねていくことによってこれがやがて大きな、えー、ポジティブ思考へのだ、ま、第一歩となっていくわけなんですけどもそこで相、えー、対会いたいするもの、ちょっとさっき <laughs> 言葉が浮かんでたんだけどすぐ忘れちゃったなちょっと困ったな相対するものでうーんちょっと思い出せないので少し遠回りします。 えー、ポ,ポジティブ思考については、まあ、大体そんな感じで、えー、治っていくんじゃないのかなと思っておりますあごめんなさいもう全然思い出せないああしまった何、まあ、か思い出したらそのうち話そうと思います、えー、ごめんなさい今回はこれで、ね、以上です えー、グッドボタンですね、チャンネル登録と、各 SNS もフォローもよろしくお願いいたします。えーまあ、僕はですね、最終的に、えー、ちゃんとポジティブな人間となって、周りにポジティブを配り続けて、ですね周りも一緒にハッピーになっていこうという、ちょっと頭がお花畑的な考え方なんですけども、皆さん、そんな私よくフォローしていただけると、えー、嬉しいし、喜びます。それでではままた次の動画でお会いしましょうバイ